なと思って、インスタにさっきおすすめのピアス教えてって質問箱開いたから、よかったら教えて。私もそんな、詳しくないから。ファーストピアスは赤にしました。赤です、今。みよたんに会いたいよ、だって。私も会いたいよ、本当にね。会いたい。劇場がないのが大きいかな、やっぱり。公演がないのと、やっぱ公演があることによってみんなと定期的にさ会えてたからさ。みんな気づいてなかったですか？めっちゃ前から空いてんのよ、実は。前から空いてたんだけど、別に言わなくても気づく人おるやろと思っとったら、意外に気づかれんくって。あ、ハートだ、ありがとう。かわいい。そうだから でね、みんなプレゼントとかでさ、イヤリングとか送ってくれるからさ、それをつけたりとかもするけど、これからはピアスになる。でもイヤリングもさ、つけれるよね。つけれるから、今までもらったやつも変わらず持ってるんで。私そういうのコレクションするのめっちゃ好きだからね。めっちゃちゃんとコレクションしてあるよ。すまん、全く気づかんかった。多分耳そもそもあんま出してなかったかも。私が髪下ろしてることが多かったからかな。ショールームでもテロップ芸どうぞどうぞ、だってショールームテロップ出ないもん。平均見ましたか、みんな。平均痛い、怒られた。大体耳隠れてた。そうだっけ、あんま増えてないけど。まあね、グレタとかじゃないから ただただ可愛いのつけたいなっていうのと、衣装とかでね、こっちの方が落ちないんよ。平均 B 面見てました、だって。ありがとう。結構さ、今回さ、すごいよね。スタッフさんがすごい優しくてね、平均の。すごい。私のセリフをちゃんな、なんかすごいフューチャーというか、すごかった、嬉しかった。見ました？ YouTube で。無料だからね、 YouTube って ピアスがグレタは古い。確かに、私グレタなんて思ったこともないんだけど。親子丼のくだりが一番好きです、私も。そのね、それ恋愛トークみたいなやつで、まあ見てください、見たら分かるんだけど、そう、親子丼のくだりが好きですね、独占されたい。うわー、いいよ、そういう人がどんどん現れてほしい。私は親子丼作れるよ、作れるよ 親子丼のくだり、あれなんで、私もう行ったことすらあんまり覚えてなかった。 YouTube 見て、ああそういえばこんなこと言ったなって感じだった 月曜日のモーバメでがっつり見えてた、悔しい、だって マジか、何も意識しずに過ごしてきちゃったや。そうなんですよ、親子丼。親子丼はね、親子丼屋さんはあんま知らないけど、大名古屋ビルジングの地下1階で1回だけ食べたことある。親子丼っていうくだりが好きです。てか嬉しいな、独占したいなんてさ、普通に過ごしててさ言われないからね。今これ画面越しだから言えてるのかもね、コメントも。で、実際さ、会いに来た時にさ言われたら、感動しちゃう。もうその人は私しか見てないってことでしょ。嬉しいじゃん、そんなの。すごい、さ、みんなのさコメントをタップするとさ、みんなのプロフィールが見れるようになってんだけど、すごい。そう、直接は言えないですよ。
まあぜひ独占していただいて、たくさん押してもらったら私は嬉しいので。任せたぬき、ポンポカポン。任せたぬきは任せたよっていう時に使うやつだからね。だから任せロリかな。任せロリ、シャキシャキ。面白いな。でも東海ってさ本当に楽しいじゃん。早くやりたい。チェキチャとかもさ本当は29とかにねあったりとかしましたからね。イベント系が結構削れてるから、なんかみんなに全然会えてない。読めないから。みゆちゃん、みゆちゃん特選禁止じゃないの嬉しいね。独占禁止って何ですか。なんかさ、なかちゃんとかがよく使ってるイメージなんだけど、私あんまり把握してなくて。独占しちゃダメなの。私阻止されちゃうんだけど。本当なら今日会えてたのにね。いやそれな、なんかそう思うとめっちゃ悲しくて、昨日の夜普通にベッドに入ってずっと、あ寂しいなって思って、で結局フランシュシュを見始め、あもうフランシュシュが頑張ってるから私も頑張ろうって思って、毎日頑張って。もうフランシュシュがないとちょっと最近やばい。フランシュシュが可愛い。渋谷の音見た、もう神だった、嬉しかった、もうなんか感動した。アナバナネクロマンシーね、ダララランでしょ。振り見てたらちょっと覚えた。ハートありがとう。そうなんですよ、フランシュシュ、二階堂咲ちゃんが特にね、まあみんな1位、みんな1位よ、ほんとみんな一番好きだけど、フランシュシュのメンバー、咲ちゃんのその特攻ダンスっていうね曲がありまして、それをアニメの中で見た時に、ああもうこれはなんだと、すごいじゃないかってなったの。私はもうたえちゃんまでいないね。そうたえちゃんいないんです、いつも。たえちゃんはもうねアニメとかでねいてくれるだけでなんかもう愛おしい存在ですか。そうしかもね、さきちゃんもたまごっち好きなんよ。私もたまごっち好きなんよ。似とるなと思って、いやもう本当にフランシュシュと出会えて幸せ。もうこのショールームに向けて準備してる時も永遠にフランシュシュ聞いてた。お久しぶり、宮丸ギャオも可愛いです、ありがとう、ラブ。そう特攻ダンスがきっかけでもうなんかドハマりしたんよ私。そうなんですよ、沼でしたね、沼です。はい、ゾンビランドサガ面白くて一日で見終わってしまったよね、だって。だよね、それな。あっちはもうリベンジも見たんだけど、ね夕霧姉さんがちょっと、夕霧はもうなんかすごいなと思って、普段あんな静かなのにあんな過去があったのみたいな、なんかもう、はあ、生きててくれてありがとうって、ゾンビになって生きててくれてありがとうって思う。サガ事変やばいんだよね。誰かフランシュシュについて語ろう、本当にフランシュシュ好きとつながりたい。本当に可愛い。私の今の携帯のロック画面フランシュシュだからね、リリーちゃんセンターの。見えない。
フランシュシュなの分かる？そう。あー、かわいいね。毎日聞いてます。2期の最後の終わり方が謎すぎて、いや思った思った思った、え、ないかな3期。あ、インスタの質問箱ね、返しはしないんだけど見てるから大丈夫だよ。いやもう本当にフランシュシュが最高。でか聞いてください、フランシュシュもあのエイベックスなんですよ。そう、なんと、そうです。だから私はもう最近あのエイベックスの YouTube チャンネルにめちゃめちゃお世話になってる。めっちゃ見てる本当に。あ、待って、エイベックスで思い出した、あのさ、あのさ、はい、聞いてください、あの私のあの頃の君を見つけたの、あのカラフルな衣装の方の生写真がつく CD が欲しくて、ネオウィングさんでねこの前 CD を買ったんですよ。6枚ぐらいあるよ、ここに5枚か、これ5枚だ。あれ待って、これそう違うわ、これ全部この私が写ってるやつを買ったの、通常版タイプ B 買ったんよ。買ってなんだけど、開けたらなぜか私の生写真が入ってなくて、多分ってか通常版じゃなくてあの初回版を買わなきゃいけなかったんだよね、これって。でもそれが分かんないんですよ、なんか。で何を買ったらいいのかまだ分かってなくて、ちょっとみんなに聞きながら、そうネオウィングさんで今から買いたいの。これさ、すごいさ、ショールームって便利ね。みんなに聞きながら聞くじゃない、買うんだけど、ちょっと私のツイートから、あ、私はネオウィングさんですというツイートがあるはず。あ、めっちゃ掘らなきゃないじゃん。あった、え、これまだ売ってるよね、初回版。初回版を買えばいい、ショールームの正しい使い方でしょ。そうなのよ。ニュース飛んで、ですね、野村美代ネオウィング初回版だよね。なんかさあ、あのルーチャンネルあるじゃん、ルーチャンネルも見たいんよ。ルーチャンネルは何を買えば見れるんですか。あの私が多分さ、砂浜の正しい歩き方みたいなのをさ伝授してる動画が入ってるはずなんだけどさ、あれ見たいんだけどさ、あのティーンズユニット あのドキュメンタリーみたいなのは見たんだよ、入ってたから。どうしたらいい、何を買えばいいか分かんないよえ、これ迷うじゃん。初回限定版ってやつ、タイプ A ね。危ねえぞ。ミレイちゃんと須田さんと熊崎さんのやつだよね。 OK、 これ押すよ。はい、押しました。これ本当に生写真についてくるかな。あの頃の君を見つけた DVD 付き初回限定版タイプ A、 これ合ってる、これ。え、もうさ、もう事前にさ、この映像が入ってますっていうの表示してもらわないと私もうマジで失敗するからさ。で、生写真つく、これ私の、つかなかったら困る。あったあった、外付け特典生写真って書いてあるわ。買う。え、何枚買おう、みんな何枚買いました、みんな CD 何枚買ったの。
私の生写真何枚持ってます？トーク会とかがあってさ、たくさん買ってる方もいらっしゃると思うんだけど、それじゃなくて私の生写真が入ったやつ何枚買いました？でも欲しいんだよね、ちゃんとおばあちゃんにもあげたいし、1枚ずつで3枚な、何を1枚ずつ買ったの？ ABC ですか？ ABC のやつ？そう、靴に砂が入らない歩き方をね、みんなに伝授してるんですよ。ハートありがとうございます。全タイプ各1枚買ったの。これは初回限定版 ABC ってあるじゃん、これ全部入ってる内容は一緒なの？生写真は全部についてくるの？でもお母さんにさ許可を得ないとさ、あんたなんで3枚も買ったのって言われそう。特定映像が違うんだ。え、何が入ってるの？青空片思いのやつか、メイキングの。あ、ネオウィングさんの初回版なら全部私なんだ。でもさ、ちょっとさ、これさまださ販売してるよね、ずっと。とりあえず1枚だけ買うわ、1枚だけ買うわ。この須田さん、ミレイちゃん、熊崎さんのさ、あ、でも待って、残り26点だわ。これどうしたらいいな。カートに入れる、カートに進む、注文へ進む。これ何？これ登録しなきゃいけない。登録するわ、今から。私ね、こういうね、なんか登録系めっちゃ打つの早いんよね。一瞬で終わる。どうしよう、これでさ違うのが届いたらどうしたらいい？もう通販怖い。オカリナ届かないんだけど。オカリナが一生届かない。頼んだはいいものの、これ追加メールアドレスって絶対打たなきゃいけないやつ。これ任意って、任意って絶対やらなきゃいけないやつだよね。どうしたらいい？あ、来た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 、早い早い。あ、登録完了です。心配です。で、あ、仮登録ってきた。もうね、苦手なんよ通販は。通販はほんといつまでたっても苦手。私はもう、登録完了しやした。で、次ログインすればいいんだな。あれ？ショッピングカートに商品が入っていません。あれ、さっき入れたんだけど。あれ、なくなっちゃう。
SKE48。 え、大丈夫かな本当にダメ、苦手なんです、もう。うわ、これほんとさ、私さ注文カートに入れすぎ、もしかして。え、でもさ注文完了した時ってさ、注文完了しましたってメール来るよね。だからそれ来てないってことはまだ注文できてないってことだよね。しゃ、あ、来た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 。おお、こうでしょ。できてんのかな、めっちゃ怖いんだけど。あれ、これ間違えたな。見守っていただきありがとうございます大丈夫かこの人って来てる。大丈夫だわ、大丈夫だわ。通販に関してはちょっとダメ。できるかな。え、これん？うん。これみんなどっちにしましたか？A4 薄型封筒か B5 小型ボックス。1回目はなんかボックスで届いた気がするからボックスにしとくわ。これこれこれ、もうちょいかかるのか。え、これ買うの大変だね本当にさ、すごいわみんな、尊敬するいや、ファンの人って本当そういうとこすごい。本当に私が世間知らずのだけかもしれんけど、私ができなさすぎるだけかもしれんけど、みんなすごいよ本当に。このさ細かい作業をできるのは。え、ちょっと届いたら届いたよ配信するわ。きっとすぐ届くから結果が楽しみだって。楽しみだね。できたー。ああできたー。これ大丈夫かな、注文の確認2個来たけど大丈夫、そういうもん。同時に2個ってことは、あ、まだ、うん、あ、大丈夫です、注文番号一緒なんで。できたー、できたできたできた、嬉しい。さあというわけでおめでとう。これで
っと私の生写真が届くことでしょう。もう届かんかったら本当に苦手なんだろうね。来ました、よかったよかった。今日前髪おかしい、切ったばっかでね、短くてちょっと。いやね、私ね前髪な伸ばしたいんですよね、すごく今前髪を伸ばしたい欲がすごくてですね。大人っぽくなっちゃうし、おでこ広いし。また通販の時は配信した方がいいだってつらっ何しても可愛いです。そんなことないで、そんなことないで。でも何してても可愛い人になりたいですね、なりたいですね。いるよね、何しても可愛い人。そこにいるだけで可愛い人いるよね。通販のたびに配信だすいませんね、いつもなぜかみんなのことを通販するたびにドキドキさせてしまい。お？食洗機が鳴った。昨日と今日の鬼滅見ましたか？見たよ見たよ。全部アニメ見たんよ、とりあえず今んとこね。今んとこ見てるから展開は分かるんだけど、やっぱりその改めて見ると作画がめっちゃ綺麗だね。じゃあよ、もうガスじゃない、ガスはもう治ったが洗い終わったか。いや炭治郎は罪な男だなと思いますね。みんなから愛されて、てか今日はあの無惨様が出てたので、無惨様美しいなと思いながら見てましたよ。いやすごいな。でもなんかよく見るとちゃんとグロい、わかる？なんか私最初鬼滅漫画じゃなくてアニメから入ったんですけど、アニメ見た時の最初の感想は、あ結構リアルに、リアルやなと思って、いろいろだからあーすごいなって思ってたけど、今日も改めて見てやっぱいろいろすごいなと思いますね。えぐくない？無限列車楽しみだね。私見たんよ映画、映画ね、なんとお仕事で見させてもらったんですよ。懐かしい。そう、もう一回見よう。そう、意外にえぐいよね。いや楽しみだな。次もうずいさんのとこだよね、楽しみ。いや煉獄さんはほんとかっこいい。え、ほんとにね映画泣けるよね。めっちゃ泣いた覚えある。でもマスクしてるからもうなんかもうすごかった。僕はマコモさん推しです。だって私推しはねやっぱ伊之助なんですよね。伊之助の顔面ですね、あれは美しいだろ。伊之助と無惨様の顔面です。でもね敵なんよ、敵なんよ、無惨様は敵なんです。辛いが敵。そうだからね、美形なんだけど敵なんよ。胡蝶さん、胡蝶さんの声真似できないかな。あ無理だわ絶対。富岡さん？ダメだ、違うわ。違う、取り消し、今の取り消しでお願いします
私声真似したいんだけどできないんだよな。声真似したい。鱗崎さんはね、炭治郎が手鬼をさ倒して帰ってくるじゃないですか。その時になんかもう持ってた木をポコポコンって落として帰ってきたみたいな感じで、で禰豆子と炭治郎がこうやってしてる中、そのね覆いかぶさる感じで、でめっちゃもうジブリなんじゃないかってぐらい大粒の涙流すんですよ。もうそこでめっちゃいい人、ほんといい人だなって思った。時と無一郎ね、あのシーンほんといいシーンですよね。めっちゃ好きです。ドラえもんで上書き保存した子だって。ドラえもんか、やったことないな。てかドラえもんってなんていうの、秘密道具出してることしか知らないんだけど、どんな声だっけ。のび太くん、違うな、なんか違う。それを言っちゃおしまいだなんていうの、そんなこと言うんだ。ドラえもんのび太くん今の、あのね、しずかちゃんってさ、のび太のことなんて言うっけ、のび太さんって言うっけ。ちょっとそれむずいな、しずかちゃんがどんな声かわかんない。スネオは、スネオはね、スネオ、なんかなんて言ってんだろう、わかんないな。ちょむずい、ドラえもん、ドラえもんあんま詳しくないわわかるんだけど真似しようとしたらなんかどんな声かわかんないな。スネはむずいよねフ面白いな、むずいんだよな。ウマ娘、ウマ娘か、誰がいいですか。あのサイレンススズカですか。スペちゃん似てない、似てないけど好きなんですよ。あのスズカのスペちゃん呼びが、東海帝王ってなんか言うっけ。ツインターボ、え、むずい、そう言われると。あ、ゴルフちゃん、ゴルフちゃんの YouTube 登録してますよ私。ハチミ、固め濃いめ多めでお願いします。トーク会までに仕上げてきてください私いつからモノマネ芸人になったの。なんかさ、普通に最近さ、その馬娘見て、あの本物のお馬さんもね見たわけですよ。でなんか CM かな、コマーシャルのなんか天才はいる悔しいがみたいな、そういう CM あれ見て、うわすげえって思った。いや普通にね綺麗な馬見に行きたいですよね。ウマ娘全然わかんないから今度見てみるね、だってファンの人さ、私が好きなアニメ見てくれるの優しい。その馬の名はみたいな、ライスシャワー。
いや、ちっちゃい時になんか見てた記憶あります。ガチ競馬ファンだけど馬娘面白いです。いや面白い、てか熱い、なんかもう本当に感動する、目が離せない。テンスラの沼にはまりかけてます。テンスラはあれですね、男性は特に好きそうだなと思います。私もテンスラ見てますよ。ウマ娘もあっという間だった、あっという間に終わっちゃった。いやライスシャワーはね、なんか切ないですよね。てか強いし目がかっこいい。いや東海帝王の復活やばい普通に泣いたもん私なんかもう、なんかもう頑張って、そのさ、メジロマックイーンと東海帝王が、そのメジロマックイーンが怪我しちゃって、ちょっとネタバレ言うんで聞きたくない人は耳閉じてください。あのその2人がね、そのメジロマックイーンが怪我するんだけど、でもね、あの練習をし続けるわけですよ。でなんか雨も降り始めちゃって、でなんか立てなくなって倒れちゃうんだけど、東海帝王が手を差し伸べて、なんかもういいなって思うすごいいい関係性じゃないですか。なんか同じ学校に通っててさ、でもみんなライバルでさ、ね、いいな。なんかすごいあれ見るだけで競馬に詳しくなれる気がする。見てみたいな。私は一押しはサイレンス鈴鹿です。でもまだウマ娘を見始める前に、そのキャラクターだけパッと見た時に、え、可愛いって思ったのはハルウララちゃん。ハルウララが可愛い、ピンクのね女の子です。だからウマ娘アプリ入れてるんだけど、あのハルウララちゃん登録してます。てか馬、そういう競馬についてはやっぱ大人だからみんなの方が詳しそう。私全然詳しくないから。みおちゃんがたくさんアニメおすすめしてくれるから見たいアニメ渋滞起きてる。だって最近のおすすめはね、今期は可愛い女の子めっちゃ多くてスバラなんですけど、小林さんちのメイドラゴンは絶対に見てください。あと探偵はもう死んでいる、絶対見てください。よろしくお願いします。あとはね、もう本当にヒロアカ、通り部、テンスラなどなどですね。てか何がおすすめなんだろう。みんなは、私もまだまだね、もっと詳しくなりたいから、アニメもっと見たいからね。どうしようかな。あ、彼女も彼女も絶対見てください。そう、見てほしい。彼女も彼女、小林さんちのメイドラゴンとメイドラゴン S と探偵はもう死んでいる。ヒロアカのアニメは今どこら辺の話ですか。私ネットフリックスで見てるんだけどさ、シーズン5114話ですねが更新されたのでまた見ます。彼女も彼女はね、複雑だけど面白いし、キャラクターが可愛いし、おすすめです。こんばんは。こんばんは。元気ですか。彼女も彼女見た。みんな可愛かった。可愛いよね。可愛いよね。
まるまるメールで短文し面白いってツイートしたら担当編集さんからいいねされた。嘘マジ？すごいじゃん。すごくない？そんなことがあったの？すごい。そう好きなんですよ。見てます。あのね、あのなんであんなに可愛い女の子しか出てこないんだろうね。なんか主人公ずるい。あ、こんばんは。本日のゲスト野村奈々さんです。いやシエスタじゃん、キャワキャワじゃん。あんなのもうビビったビビった。あのねあんなにうまくあのウェディングドレスとタキシードになるシチュエーションあるって思ってなんかもうでもああいうのがアニメのいいところなんですよね。可愛いキャラクターを見せようと本当にありがとうございます。ごちそうさまです。あの通りすがりなんですが今日のメイクとてもいいと思います。ありがとう、嬉しい。今日はいつもと一緒かな。ちょっとねアイメイク変えた。アイメイク、あのマスカラのねメイクを変えたんですよ。実は見えますか、このまつげの束感。いややばいよね、あの酔ったさ、酔ってるシエスタちゃんちょっと可愛すぎて。可愛いしセクシーだし、もうねもう可愛い可愛い。みおちゃん眉毛欲しいってどう？だって眉毛サロンかな、眉毛サロンでやってるかな。眉毛サロンはね私はもう2年ぐらい2年以上通い続けてるんですけど、いいですよ、綺麗な眉毛にきっと慣れてるんじゃないでしょうか。見えますか眉毛綺麗になったでしょ。割とでも血は前髪あった方が自分的には好きなんで前髪ありで過ごしてます。でもなんかやっぱり場所にもよる気がする。そのさ上手い人がいればめっちゃ、私はもうほんといつも同じ人なんだけど綺麗にやってくださるんですよ。だけどどうだろう、わかんないけどちゃんとレビューとか見た方がいい気がする。じゃないと例えば非対称になっちゃったりとかするから、大きいお店に行くといいと思います。大きいっていうかみんなが行ってるところ。そうなんですよ。で私がね眉毛サロン行ってるじゃん。でなんかメンバーも同じ眉毛サロンに何人も行ってて、あの同期なんだけどね、紹介したらなんかルーちゃんがまず行きたいってなって、でルーちゃんが行ったらしいんだけど私の名前を言ったらしくて、なんかもうなんかそれが恥ずかしいんですよ。なんて言ったんだろうね。でもみおちゃんの名前出したよみたいな、えみたいなあと倉島も多分行ってるし、結構みんな同期しかね、あれだけど好みじゃない感じにされそうで手が出せない。あのまず結構濃いめにこういう形にしますねっていうの書いてもらえるんだけど、それを鏡で見せてもらえるのね。で分かんない場所によるけど、その見せてもらった時にあーここ変だなとか思ったら別にガンガン、それはお客さんとして行ってるから行った方がいいと思うよ。ここがちょっとあのもうちょいあの 細くなっちゃってるんでもうちょい太めにしてほしいですとか、あとさ鏡見ただけでさあの左右非対称かとか分かんないじゃん。そう
どうなんだろう、私はやったことないけど、なんか写真撮ると分かると思う、左右非対称になってるかどうか。写真撮ってたら鬱陶しいかな、テリーさんも。いや私ね、左右非対称ほんと嫌だから、めっちゃこだわります。なりたい眉毛の画像を持ってってこれにしてくださいっていう、あ、なりたい眉毛がある人はそうした方がいいかもね。私はもう自分の骨格に合った感じにしてもらってる。さすが通販以外は完璧だって。嘘、通販以外でも苦手なことないかな、私ない、わかんないけど。理想を伝えるの大変じゃないですか。まあね、そう、理想があったとしてもそれが自分に似合うかどうかはわかんないからね。漢字はちょっとダメですね、勉強が全般的にダメかも。私は骨格に合うのってどうやって見つけたのだって。なんか例えば骨格というか顔の形ですよね。なんかこことこの目尻とこう線を引いて、その延長線上に一番縁が来るといいとか言うし、あっちおでこ広いからそんな細くするともっと広く見えちゃうから、あの結構太めにしてもらったりとかしてますね。あ、すごいよ、折りたたみ式。えいえい、かわいいね君、今日もかわいいね。マジ顔面国宝なんだよ、かわいい、かわいくね。うちの猫がいっちゃんかわいい。あ、僕いい。眉毛の描き方も教えてくれた、私も。自分でやったら、これなんて読むの、なんとかに細くなってしまっている、さらにでやったの、あの眉毛ボーボーに生やしていくといいよ。そうすると、あのなんていうの、ワックスってさ、ビリってやってもらうんだけど、その残んない毛が。私はもうね、だいぶ形安定した気がする。最初もっと太かったもん。昔握手会でファンの方の眉毛を最初に見るって言ってなかった。言ったっけそんなこと。どうだろう、私は、え、眉毛、私眉毛も、眉毛っていうか顔全体見るけど、目を見て話すことが多いですよ。すでにか。さらにいいじゃないか、すでにか。そうやったらもう抜いちゃったの、まあ、抜いても生えてくるけどね。生やせばいいんだよ、生えるから。漢字ドリル送らなきゃ定期だって。漢字ドリル送るんだ、みんなそうやって。大丈夫かこの人。デジャブなんだけど、さっきもそのコメント来た。生えてくるけど気になってまた減らしちゃうだって。わかる、あの眉毛サロン行く前ってさ、生やさなきゃいけないのに、なんかお仕事とか、まあ例えばライブとかがあったらね、おでこ見えちゃうとさ、そんな毛がボーボーに生えてたらさ嫌じゃん。だから結局自分で剃っちゃって、あの行くまでの期間がまた伸びるっていう。難しいよね、でもみんなで可愛くなろうね、本当に。あの私のファンの人には、あのかっこよく可愛く美しくなってほしいなって常に思うんで、みんなで綺麗になりましょう。男性でも眉毛整えてた方がいい感じですか、だって。どうなんだろう、でも眉毛ってほんと印象変わるよね。眉毛整えるだけでめっちゃ垢抜ける人とかいるから、一回ボソボソにしてから頑張るだって。
頑張って。きっと可愛くなれるよ。どうだろうね。でもなんか清潔感マシマシじゃない？そっちの方が。ゆうちゃんに会うまでに頑張って可愛くなるね、だって。そう、私もね、もうそういう心理なんですよ最近。そういう考え方大事だなって思う。そう、やっぱファンの人はね、今会いたくても会えない期間じゃないですか。私もそうだけど、ゼップなくなったりとか、ゼップなくなってないや、延長になったりとかさ、延期になったりとか、あの紙フレも延期だし、で願いし中止になっちゃったりとか、ほんと会えないからさ、劇場もだし。でもその会えない期間に何をするかが重要なんですよ。だからその期間にあの可愛くなろうって思うしね、会った時に、あ、なんかこんなもんかって思われたくないんよ。え、なんか可愛くなってないって思われたくない、せっかくなるって思います。可愛くなりたいですね。そう、可愛くなりたい。だからメイクもなるべく毎日して顔シャキッとさせて頑張ってます。でもいつもよりベースメイク薄めにしたりとかして、肌は休ませてますね。で、いろいろスキンケア変えてみたりとか、この今しかできないじゃん、そういうのも研究してますね。これ以上可愛くなったら心配です。心配しないで可愛い方がいいじゃん。だってさ、例えばみんなもさ、私を推してくれてるみんながね、あ、SKE 好きなんだ、え、推しメン誰なのって聞かれた時に、この子って言って紹介した時に、え、可愛いって言われたくない？だから可愛くなりたいし、そう、みんなが推してて自慢の推しになりたい。わかる？可愛くなりたい。もう永遠の課題だよね、そのさ、アイドルってビジュアルの追求。可愛くなりたいなって思って今までやってきてます。でも今見ると初期の頃とか本当になんか大丈夫そうってなっちゃう。でも最近あの一番最初に私が総選挙に参加した時の映像を見返したんですよ。子供でも子供らしさっていう可愛さがその時はあったんですよ。でもそれがない今ね、ちゃんと見た目でさ可愛いってならないとあれだから、可愛くなりたいそうなの。見せるとみんな当たり前に可愛いって言ってくれる。友達に見せると可愛いって言ってくれる。見せたことあるの？嬉しいんだけど、布教しちゃってください。嬉しい。宮丸の写真初めて見せたら可愛い。女性公園で連れて行った友達、みゆちゃんめちゃくちゃ可愛いって褒めてたよ、だって嬉しい。めっちゃ嬉しいんだけど。こんばんは。お、こんばんは。あ、今何時？あ、もうこんな時間なのか。ガンガン見せてるよ、だって。いいね、その調子やで、みんな嬉しい。その勢いで友達インスタフォローしてた、だって最高じゃん。あ、そう、あのね、インスタのフォロワーが 1.9 万人いったんですよ。で、なんかその 1.9 万人からの伸びが結構すごくて、そう、嬉しいです。早い、あっという間に2万人目指したいですね。やっぱり2万人目指して頑張ります。やっぱね、豆さが大事だなって思いますね、今こういう時だからこそ。SNS はね、ほんともう唯一のみんなとの架け橋だからさ、今の私たちにとっては。そう、豆さだなって思うんで、豆にちょこちょこ更新していきたいなと思います。なんかね、あの頃の君を見つけたの
発売日9月1日に投稿した制服の写真がね、なんかすごいいいねがついて、今までにないぐらいついたのね。あのすごかった、2000くらいついたの。いつもね行っても1900とかだ。でもすぐ2000超えたからビビった。びっくりびっくり、嬉しいですね。いい写真撮れるように頑張ります。たくさん頑張る、ありがとう、嬉しい、嬉しいですね。いやもっと SKE のこと知ってほしいなって思うしさね、どこで誰が見てるか分かんないし、大事やっぱ。ね、本当になんかどこで何がバズるか分かんないし、私はね早くやりたいことがあって、あの頃の君を見つけたの衣装を着て、あの頃の君を見つけたの音源を使い TikTok を撮りたいんですよ。あの思い出フィルターダンスをねやりたいんですよ。これそうなんですよ、それがやりたいんだけど衣装を着る機会がね減ってしまったので、まあ来た瞬間撮るわとりあえず来た瞬間ちょっと誰かしら従えて一緒に言い方悪すぎ、一緒に撮ります。まあ結局ねいつも一緒にいるってなるとルーか青海さんかミレータンなんだけど、そうなんですよ。でも聞いてください、あのさ今日もう本当にさ、あの青海さんがねあのインスタのストーリーになんか目がパンパンみたいな感じでさ映像も載せてたわけよ。えで私はもう大丈夫と思って、あのみんなに会えない期間、このね、今ちょっとさ自粛期間みたいな感じになってるじゃないですか。だから大丈夫かな、悩んでるのかなって思って返信したの大丈夫かいって言ったら、映画で引くほど泣きました、わらわら、優しいです、優しい、好きですって来た。なんだよと思う、しかもそれストーリーにさらしてる許可なしだからねこれ面白すぎでしょ。最近一番仲のいい後輩かもしれない、青海ひなのアザミレータンね、ちゃんと返信しましたよ私。おもろすぎ、マジでおもろすぎ本当おもろいんだよな。なんか最近2人でお仕事することが多いんですよ。あのペペペラジオだったりとかもそうだし、あのペペペラジオの日に2じゃないよの収録があったから、もうほんと1日中同じスケジュールだったりとか。そう、アーミさんと宮原のコンビ結構好きだって。そう、なんかスタッフさんにもすごい言ってもらえて、それを平均の収録の時になんか2人がいるとなんかいいねって言われました。嬉しい。そうなんですよ、だから青海さんはもう言いたいこと言うタイプじゃないですか。言いたいこと言ってる中、そう私がねそうちゃんと聞いてこの言葉を追加したらもっといい風に伝わるんじゃないかなっていうのをパッと言えるように、ちゃんと最近ねその聞き上手になりたくて、ちゃんと人の会話を聞こうと思って聞いてますね。でもなんかその語彙力が本当になくて、私もほんともともと頭がそんな強くないから、どうしたらいいんだろうと思って、で本とかも漫画は読めるけど、もうめっちゃ細かい字のやつとかはもう継続して読めないのね、疲れちゃってもう目が回っちゃうから見れないから、どうしようって思った時にその LINE ニュースと Yahoo ニュースを毎日必ず見るっていうのを最近始めた。
絶対ヤフーニュースを読むっていう。で新聞も読むといいってラジオの時に教えてもらったけど、新聞取ってないしなと思って、あのヤフーニュースを読んでます。でそこで知らない言葉があったら検索して、そう、偉いでしょ。そうなんよ、活字になれるのは大事。それな、まあ見てるだけだから書けって言われたら書けないけど、なんかの記事の時もコントみたいで面白かった。だってなんだろう、何の記事だろう。インタビュー記事ね、ありがたいことにたくさんあって、みんな見てくれてますか。見てくださいね、あのストーリーにまとめたんで、ぜひ見てください。そうなんですよ、面白くて。なんだろう、いや本当2人でお仕事すること多いですね最近。なんかさ、チェキも多いよね最近。みんなの元にチェキが届くのかな。嬉しいですね、記事そうやって喋れるのが当たり前じゃないからさ、なんか今まで自分が考えてることとかがあったとしても、なんかどこかにショールームで話したりとかもちろんあったけど、ネット記事になるなんて本当なかったから、ありがたいですとても。そうなんですよ。でなんかそのインタビューとかしていただけるたびに、もっと喋った方がいいって言われますね。なんかその自分、私の考え方がいいねって言ってくれる優しい方々がたくさんいらっしゃって、すごく嬉しいです。嬉しい。なんか自分が考えてることがさ、正しいことなのか分かんないんだよね。やっぱり人に喋ってみてみんなの反応を見ないと分かんないんだけど、そうだから取材の時も結構緊張するけどね。え、選抜ってすごいね。ありがたいです。頑張んなきゃな、今ほんと頑張り時だと思うんですよ SKE は。頑張ろう。でもこのタイミングでそのシングルの発売があったっていうのが私の中では結構心の救いで、そうこれ例えばシングルの発売がなかったら本当に何もなかったと思うよ、何もできなかったと思う。からそうやってシングル発売できること嬉しいなと思うし、そのシングル発売日とかもめっちゃ盛り上がったじゃないですか。そうだからよかったなって思いますね。そうでもね、ライブとかまだできてないのも多いので、ライブはねいつかしっかり成功させたいなって思ってます。いやね、ゼップがね、ゼップが結構早くやりたいですね。てか全部早くやりたいかな。そう観覧車のね、なんだっけ、ゴンドラにもなりますね。そうなんよ、私ねサンシャイン栄の観覧車ちょっと怖い、ちょっと怖いんだよね。高いねやっぱり観覧車って。私ね遊園地で一番苦手な乗り物観覧車かもしれない。揺れる感じがね、揺れる感じっていうか、いや別に乗れるんだけど、別に乗れるんだけど怖いって感じるのは一番観覧車かもしれないなって思う。まあ乗れるけど2回くらいかな、乗ったことある気がする。高所恐怖症じゃないよ。私が怖いのはね、なんか恐怖症っていうほどでもないんだけど、
あ、これ怖いなって毎回思うのは、下りの階段ですね。下りの階段を歩いてると、なんかどこ見て歩いていいのか分かんなくなっちゃうんだよね。そうだからいつも手すりがないとダメですね。そのさ、名古屋ってさ地下が多いじゃないですか、地下街が。だからそういうのもさ、降りるたびに怖い怖いみたいなになりながら降りてます。下りの階段が苦手です。上がる分には全然大丈夫なんだけど、それが怖い。こんばんは、だってなんとかあちゃんの家みたいな雰囲気ですね。だってなんだ、何あちゃんだ。そうなんだよ、その階段くらいかな。あとはあのアゲハチョウの幼虫が本当に苦手くらいかな。まあ、虫は全般的に苦手です。そうなんだよ、下ってる時どこ見ていいか分かんなくない？手すり必須。コンタクトの度数は合ってますちゃんとあの眼科で測ってるんで。めっちゃ苦手、幼虫系が一番苦手。あと苦手なものはね、なんだろう、特に ないかもしれない。下り階段かな、やっぱ一番苦手なの。分かんない、何恐怖症が世の中に存在するのか、そもそもあれだけど、先端恐怖症とか。すごいよね、あのさ、サーヤ、サーヤは本当にすごいと思う。すごいよね、女の子であそこまで虫好きってあんまいない気がする。いろんな恐怖症がありますよね。お化け屋敷は一人で入れると思う。なんか人が触ってきたりするお化け屋敷は嫌かも。触んないでってなっちゃうけど、例えばそう人形があの置いてあるだけとか全然多分怖くないかも。人がさ、なんか触ってきたり、触らないか、追いかけてくるのか、あれは。ちょ、あんまりね入ったことないんよ、ほんと。あるけど、その5回、4、5回ぐらいしか入ったことないけど、触るお化け屋敷ってあるの？わかんないけど、なんで追いかけてくんのって思っちゃう。え？のんびり行きたいんよ、お化け屋敷は。そりゃさ、なんか人がどこかにいてさ、わーってやってきたらビビるくない？懐かしい、革命の丘の時お化け屋敷握手会でやったよね。あった、あれめっちゃ私怖がらせてたもん、ファンの人のこと。で最後は何もなかったかのように握手してバイバイみたいな。懐かしい、あれ革命の丘か。もう記憶がもう嘘、曖昧でした。革命の丘か。いや、いいな、なんかそういうさ、お化け屋敷入るバラエティとかしてみたいな、やってみたい楽しそうじゃない？わかんない、ちっちゃいその小学生の時だからね、私最後にお化け屋敷入ったの多分。だからその時は何も考えずにただ楽しいって入ってたかもしれないけど、今はわかんない、本当に。懐かしいな、なんかいろいろありましたよね、アトラクション。バスケした覚えあるよ私。
懐かしいな。初握手会とかじゃない、あのゼッケン着てあのボール持って写真撮った覚えあるんだよね、一番最初のやつ。おいっ子が昔番組の企画でお化け屋敷でお化けやってたのって、でもそう考えると、そう考えるとやっぱそう、なんか人だなって思うな人やなってなっちゃう。そうね、やっぱお化けもバイトなんだよね。いやーでもお化け屋敷入ってみたいな、楽しそう。もう遊園地なんて本当にね、 あんま行かないんだよね。もう何年も前、2年前くらいに、2年以上前だと思うけど、同期に連れられて行った夢の国がラスト遊園地でした。遊園地か、もう最近全然行けてないよね。そうそう、インスタに載せたさ、メリーゴーランドの写真、あれが夢の国ですです。そうなんですよ。だってみんなめっちゃピアス教えてくれてるじゃん。お姉ちゃんも送ってきてる優しい、参考にしよう。なので1個気になってるのがあって、それは買おうかなって思う。夢の国のキャラクターは誰が好きですか？モンスターズインクのサリーとマイク、特にマイク。次行ったらあのマイクとあのマイクが大事にしてるぬいぐるみ、なんだっけあれ、とそれは買ったの、そのぬいぐるみは買ったの。サリーのいっちゃんでかいぬいぐるみが欲しい。2万円するんだっけな、2万円くらいしたんだよなサリーのやつ。そうで持ち帰るの大変だしなと思って買わなかった。あれが欲しい、サリーのいっちゃ大きいぬいぐるみが欲しい。そうこの前メールで言ったサリーとマイク、かわいい。あのね、ちっちゃい時めっちゃ好きで、あの映画とかめちゃめちゃ見返してましたね。マイク面白い、 LINE スタンプ使ってる。あとはね、私ね、わかんないんだよね、区別がつかないよ、あのなんていうの、あの進撃とかさ、もう今いないのかな、いるところと区別があんまついてないです。わかりますか、大阪の方とその千葉かなの方の、そのキャラクターが どちら所属なのかちょっと曖昧なんですけど夢の国はあのモンスターズインクですね。行ったことないんですよ USJ 行ったことないんです、実はね、行く機会がない。ピューロランドも混ざるの？え、それはないピューロランドは混ざんないピューロラン
だ混ざんないっしょ。絶プの近くにあったよね。あ、そう、なんか絶プの帰り道にそのバスからみんなが見て見て見て USJ みたいなすごい大騒ぎしてたの覚えてる。私は分かんなくって通り過ぎちゃった。そんなえ、ピューロランド行きたい。私紙フレでピューロランドにいつか絶対行きたいんですよ。あの私のさラーメン食べてる動画あるじゃん。ラーメン食べてる動画の中でも書いたんだけど、紙フレでサンリオピューロランドに行きたい。私の密かな野望行きたいんです。めっちゃ行きたいんですよ。キミちゃんにはクロミちゃんつけてもらって、それはもうマストでお願いします。絶対それが似合う。私なんだろうね、私キティちゃんがいいです。猫だから。ピューロランドでライブ、ピューロランドってライブできるの？すいませんね、詳しくなくて。遊園地は本当に疎い、本当行かないからな。ぐでたまえなちゃんはポチャコっぽい。なんだっけあのキャラクター、なんか麦みたいなやつ、なんだっけ、コーギミュン、なんだっけ、合ってるかな、間違ってたらごめんなさいね。なんかさ TikTok でさその子のさ「わなわなわなテイクピクチャーだテイクピクチャーだミャー」みたいな知ってます？それ流行ってるよね。コギミュンか、コギミュンかわいいよね。コギミュンかわいいっすね。いやー、サンリオはね好きですね。かわいい、かわいい。僕タキシードサムデだって。私ねあのコンビニのサンリオの一番くじすると絶対にタキシードサムが出るんですよ。いやもうほんとこれガチなんだけど、タキシードサムの水筒かなんかが家に3つあるの。私水筒普段ほんと使わないんだけど、でもいつか使う日が来ると思って家に置いてあります。そうなんです。ケラケラケラッピー一つくださいだって家にあるんだ。そうなんよ、実は私一番くじあると絶対やっちゃうんだよね。なんかカードキャプターさくらの一番くじがあった時にめちゃめちゃやりすぎて、そう店員さんにドン引きされたことある。でも欲しいやつ出なかった、全部タオルと、タオルだったほぼタオルとで、キーホルダーとか出たりしたんだけど、なんか欲しいキャラじゃなかった。くじ運ないんですね。あとね、ラブライブサンシャインかな、サンシャインの一番くじもやったな。一番くじ何回までって決めたりする？
何回だろう。最大は何回やったことあるんだろう。ボイトレの行きに3回帰りに3回やったことある。なんか最初3回やって、サンシャインのラブライブサンシャインのやつをやって3回で、なんかフィギュアが欲しかったんだけど、キャラクターのなんか紙イラストのボードみたいなのが当たって3つ、オーマイガーってなって、でも諦めくれずに帰りに3回やったら、なんか次はなんか正方形のなんかオブジェみたいなのが当たった。そうなんですよ。でそしたら後日当たんなかったの、結局フィギュアが何回やってんでの、後日それをショールームで言ったら、ファンの方からあのフィギュアが届いたから家にある。ありがとうございます。優しい、みんな。いや、ランダムは沼だね、本当に。でもわかる、そのさ、あの SKE もよくあるじゃん、ランダム系ね。おしまいになるまでやっちゃうよね。大変だ、ランダム。今回のシングルもそうじゃない？私のさ、その白い衣装の方がランダムですよね。そう、しかし私の生写真が確実についてくるネオウィングさん、みんなネオウィングさんでぜひ買ってください。ランダム考えた人天才。確かに。いや、気をつけなきゃな、お母さんに怒られる、使いすぎって。買ったよ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。え、みよちゃん出ない？あれじゃない、そういう時はあれじゃない、トレード、トレードじゃない、トレード案件じゃない？ツイッターになんか求む野村美代みたいなやつじゃないの？わかんない、それはどういう時に使うのかわかってないけど。こんばんは、こんばんは。やっぱこの時間帯って見る人多いのかな。さあ、今日から美代丸推しになってくれる人はいるのでしょうか。何がきっかけになるか分かんないからね。もしこのショールームね、今私のことをまあまあ知ってはいたけど、ショールームまあたまたまやってたから入ってみたみたいな人いるのかな。でコメントせず見てる人いないか。いや、ショールーム新規は本当にありあり、もうありよりのあり。ショールームきっかけの人もたくさんいると思うよ。俺もやし、だって本当に。嬉しいな。そう、今日はねショールームするかインスタライブするか迷ったんですよ。そうね、今日はストーリーちょっと更新したから、まあまた今度配信しようかな。僕はトーク会新規です、だって。みんなは何きっかけなんだろうな、私のこと知ったの。
あやカーニバル新規、あやカーニバル新規多いね。お披露目からだって、ありがとう。川のバックダンサー新規素敵な罪悪感やばい。テテルテズチュ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 、まだ踊れる。テルテルテルテテ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 テ。リオンさんの卒業公演、ああ、渚のジュリー覚えられたのは特会からですですね。物販劇場です。 ドラに、ああね、ドラフトから。富士山の横新規やばっ。マジで富士山の横いたの、すごいじゃん。懐かしい。だってカノンさんとスミレさんがいたよ。あとイズちゃん、イズミちゃんと私とその二人。青がバージンラブ、もうね初アンダー。オーディションのショールーム、おお、気づいたら気になってた。ありあり、そういうのもあり。きっかけなんてね覚えてないぐらいでちょうどいいですよ。豊洲イベント SKE さんは毎年来てくれるので嬉しいだって。ありがとうございます。こちらこそお邪魔させていただけて光栄です。きっかけ全然思い出せない。だってさ、あれじゃない、ほんとさ、もう5年前の出来事とかな人もいるわけじゃん。もう5年前のこと私もだってうろ覚えなのにさ、それは忘れる人もいるだろうけど、でも変わらず好きだっていうことは何かしら絶対きっかけがあったはず。推しの卒業後気づいたら敵などって、ああね、そういうパターンもあるよね。でもね、変わらずほんと SKE のことをね好きでいてくれてありがとうございます。でその中で私を選んでくれてありがとうございます。5年前から知っていたかった、だって。恥ずかしい。まあまあまあ、なんか今の私からすると本当に5年前の私とかはもう本当にね、もうお子ちゃまなんですよ。13歳とか。ミヤマル5年前と変わらない。え、変わってるよ、めっちゃ変わってる、すごい変わってるよ、びっくりするぐらい変わってるよ。違う子目当て行った公園で見つけちゃってサイルーム変えたの気づいてくれた、衝撃だって。お、衝撃が走ったんですね。AKB のアルバムでサインもらった時からかな、だって。ねえ、最近ないもんね、すね、AKB の方のイベント。劇場のお見送りか。そう、お見送りもさ、最近はその、なんていうの、声かけたりとかできないから。そう、この前までは声かけれたりとかしたから、それきっかけって人もいましたね。顔立ちは大人になったけど基本変わらない感じだって。なんかやっぱり成長段階があるわけですよ、顔面にも。やっぱさ、その中学生とかってさ、まだ全然安定してないじゃん、顔面も身長とかもさ。だからやっと多分なんか成長段階終えたぐらいなんじゃない、顔面は。わかんないけど、まだまだ多分大人になっていくんだろうけど、今は18歳はこんな感じ。
どうなっていくかなこれから、分かんないな。踊っちゃお新規イベントで北海道に来てほしいだって。あー懐かしい、踊っちゃおフェスティバルでしょ、懐かしい、北海道行ったんですよ、楽しかった、懐かしい。頑張ろう、可愛くなりたい。可愛い、綺麗だって、ありがとう。髪触れきっかけは多いだろうね、そりゃそうだと思う。まあさ、その活躍の場所っていう、ね、活動させてもらえる場所が SKE と髪触れっていうね、2つあること自体がまずすごいことなんですよ。でもそもそもその髪触れでね活動できるなんて思って髪触れは結成されてないから、その髪触れ結成してまさかこんななんかちゃんとライブできるようになったりとか、そのアルバム出させてもらえたりとかするなんて本当に思ってなかったの私は。なんかそういうユニットってさ、大体まあわかんないけど、できるじゃん、できてそのシングルの発売されて、そのなんて言うんだろう、いろいろその入ってる曲とかを披露する期間は活動するけど、また次のシングル発売とかになったらなんかどんどん薄れてっちゃうものなのかなって思うんだけど、なんかまさかそうなるとはって思ってました。ありがたい、そう本当に嬉しいですね。その見てもらえる機会がやっぱ多ければ多いほどね、見つけてもらえばするのかなって思うので、今の環境にすっごい感謝してます。そうなんですよね、なかなかそうやって継続することってねすごいなと思います。私ね、何がすごいってね、 SKE がねもうすぐ13周年を迎えることなんですよ。すごくない？13周年だよ。そもそも10周年迎えられるグループってほんとそんな数少ないかなって私思ってるんだけど、いや本当に嬉しい。私は何周年からいる？9周年かな、あれ8周年いたよね。13、8か、8周年からいる。え、あと1分半です。早い早い早い早くない？私8周年からいるのか。48オタク歴が人生の半分超えてて怖いだって。怖くないよ、これからも続けてください、誇りに思ってください。ダメだ、喋りたいのに終わっちゃう。じゃあみんなそろそろ終わっちゃうよ、スクショタイムでもするか。撮った？バイバイみんな。おやすみ。またねー。バイバーイ。また配信します。